動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はダーウィン FPV ベイビーエイププロ V2 の動画になります。今回はプロ V2 を購入しました。価格は1万1000円ほどです。箱を開けてみます。中にはいろんな部品が入ってました。プロペラ、その他にバッテリーを止めるバンドなども入っています。紙の説明書も中に入っているのはとても嬉しいと思います。重量を測ってみると 64.24g、 これにプロペラと受信機が含まれますので、どんな重量になるんでしょう。それでは ELRS の設定をしたいと思います。今回もエクスプレス LRS リカバリードングルを使用しました。エクスプレス LRS コンフィギュレーターの設定について説明をしたいと思います。今回はリリース 3.2.1 を使用しました。ターゲットはベータ FPV の 2.4GHz、 デバイスはベータ FPV のライト 2400RX になります。リカバリードングルを使用しますので UART にマークをします。他はこんな感じの設定になります。そしてビルド&フラッシュ、無事完成しました。受信機をハンダ付けしていきます。 TX と RX が入れ替わりますので注意が必要になります。ハンダ付けをするときはいつものペッセルのワイヤーストリッパーを使います。これマジ便利です。ハンダ付けをしてみました。拡大図がこんな感じです。プラスマイナスは最初からついている電源線を使用しています。収縮チューブで保護をして両面テープで基板の上に固定しました。アンテナを止めるマウントがありますので、ありますが、これはいらないので外してみました。軽量化につながると思います。最後にベータフライトで設定をしていきたいと思います。機体にケーブルをつないで接続をしていきます。まずはじめに機体が水平しっかり出ているか確認をします。前後左右に動かしてみて動きが同期しているか確認します。続いてポートです。今回は受信機を UART1 に接続していますので、シリアル受信がオンになっているか確認をします。基本設定ではまずは名前を変えていきました。 OSD にいつも表示させてますので、自分の表示するような名前を入れていきます。他はざーっと見ていきまして、エアモードは自分で入れたり切ったりしたいのでチェックは外しました。PID はそのままにしています。続いて受信機です。今回は ELRS の受信機を使っていますので CRSF にチェックをします。再起動、保存して再起動して受信機のタブをもう一度確認します。プロポに電源を入れて動作をこの後確認していきます。スティックの動きが画面上で正確に動いているか確認をしていきます。
丈夫そうです。スティックの上限と下限の値は1000と2000にしていますので、いつもここの値を設定変えています。モードについてはお好みで設定をしていただければいいと思います。一応私の設定も録画してますので、参考にご覧いただければと思います。続いて OSD の設定についてです。こちらも好みがありますので、参考程度にご覧いただければと思います。重量はこんな感じ。プロペラをつけて 72.34g になりました。300のバッテリーで 91.66g。 350のバッテリーだと 94g、 ギリギリですね。これは550のバッテリー、これを積みたいです。 1g、 1.3g のダイエットが必要になります。それではお楽しみのテストフライトに行ってみたいと思います。She knows that I gotta be trusted to track.